平地競争の様子平地競争とは競馬の競争形態の一つである。平地競争とも読む。周波によって純粋にスピードを競う最もスタンダードな競馬で、ダービーなどで知られるように近代競馬は平地競争から始まった。平地競争が行われるコースには芝、ダート、サンド、オールウェザーなどがある。平地競争以外には、 コースの途中に障害物などを置く障害競争や、つなぎが社に乗って競争する、つなぎが速歩競争などがあるが、日本では万栄競争を除く、地方競馬のすべてと、中央競馬のほとんどの競争が、平地競争である。ヨーロッパには障害競争や、つなぎが速歩競争の方が、人気、競争数で上回る国も多いが、平地競争は、中東、アフリカ、南アメリカ、 アジアなどを含め最も多くの国で施行されている。平地競争の一部の大レースの賞金は、障害競争や、つなぎが速歩競争のそれに比べ高い水準にある。また、平地競争で結果を残した馬が、種ボバとなる際に発生する金額も莫大な額に、膨れ上がるため、3歳、時には2歳という早い段階で引退して、種ボバ入りを選択することもある。一部ヨーロッパでは、 上流階級者に愛好者の多い地域があり、イギリスやフランスでは、競馬場は、社交場として大きな役割を担っている。同じ距離で行う、平地競争でも、傾斜やカーブなどのコースそのものの形状や、馬場状態などによって、走破時計に大きな違いが生じる。平地競争は、距離区分によって、以下の5つに分類され、ワールドサラブレッドランキングで格付けを決定するために、 使用されている。各カテゴリーの英語の頭文字を並べると、スマイルとなる。ありがとうございます。